こんにちは、成田です。ついにこの日がやってきました。なんと今日は森永昌司くんの大きな壺でしょうかね、作品を紹介したいと思います。僕と昌司くんが出会ったのは2007年か2008年、ちょっとどちらか記憶が曖昧なんですけども、ランドスケーププロダクツが運営するストッキストという業者向けの展示会でした。その時僕はアーキテクチャルポタリーという植木鉢を持って参戦する予定でした。それでですね、会場について荷下ろしをしていると、突然坊主のがたいのいい男性が近づいてきて、荷下ろしを全部手伝ってくれたんですよね。全く僕は彼のことを知らなくて、それで話を聞くと木工の作品を作ってるという、おお、そうなんだっていう、そんな話をしまして、その時はまあなんか話もいろいろ盛り上がってしまい、共通の友人も多かったりして、そこから僕と昌司君の付き合いは始まったんですけども、その後彼はしばらくは生活用品を主な作品として生計を立ててまして、言ってみると木のお皿とか、今よく木工作家さん多数いますけども、そういう少しこうなんかありふれたような木の雑貨、木工作品を作ってたんですよね。それでまあ技術力ももちろんあるし、他の木工作家と何が違うかっていうと、やはりランドスケープを通じていいものを見てるんですよね、彼は。だからそのセンス的なところが非常にある方だなと思ってました。それで僕がフラクタスというグラノーラとかジンジャーのお店を始めた時に、彼にお願いをして、いくつかその木工の食器とかを作っていただいたんですよね。ここに少しあるんですけども、まあこういうグラノーラを食べる用のボールとか、あとはまあまな板とか。それで僕が福岡に引っ越す時に、なぜか倉庫にローズウッドを僕たくさん持ってて、そのローズウッドでお皿を作ってもらったりして、まあ後にも先にもローズウッドの当時の作品でこれくらいなんじゃないでしょうか。それでその2010年を超えたぐらいから、彼がちょっとずつですけども造形的な作品を作るようになったんですよね。少し大きめの言ってみるとフィンユールのようなボール、ああいったものを作風の一つとして、それがまあ受けるわけなんですよ、デザイン好きの間で。それで徐々に作品も大きくなって、材料にもこだわり出して、木工作家として素晴らしい歩みを始めた時に、彼はアメリカのアルマーレンのところに少しだけ修行に行くんですよね。まあアルマーレンご存じない方もいるかと思うんですけども、今ではもうスーパースターになってまして、僕もアルマーレンのものは多数持ってたりしたんですけども、そのアルマーレンのところに LA ですよね、行って修行をして、そこから帰ってきてからの彼の活動がすごいんですよね。完全に日用雑貨を作る作家からアーティストへ向けて彼が歩み出した瞬間が僕はそこだと思うんですよね。それで、まあ、家具も作り出して、まあ、家具といってもスツールがメインなんですけども、そのスツールも造形的なものが多くて、そこで多くのファンをまた彼は掴むんですよね。そこが彼のこう第二の転換期というか、生活用品から少し家具、大きなものを作ってアート寄りな活動が始まったのがそこだと僕は思ってるんですよね。それでまあオブジェ的なものも最近は作ってたり、あとは石の作品なんかも徐々に作り出したりして、少しこうブランクーシとかああいったイメージが彼の中についてきて、もちろんやっぱりこう作家としての立ち位置っていうのが徐々に確立してきたなって僕は思ってまして、それでまあね、そんな彼ももう少しね大きな作品を作らないと世界的にデビューできないぞっていうのは分かってまして、で僕もまあもちろん
末永く付き合いがあるの で僕も海外のオークションを見たり、その造形的な意味においては彼よりはいいものを見てるので、ちょこちょこと海外のアーティストを紹介したりとか、そういったことをしてて、まあ、作品作り自体にアドバイスをすることはないんですけども、こういった作家が世界にはいるよ、こういったのがいるよみたいな、そういうことはねたまにこう紹介したりして、でしばらくまあねずっと長い付き合いをしてるんですけども、でそんな彼がね、ここのところ30万台40万台の作品を売り切れる力がついてきたんですよね。そこでですね、じゃあもう一つステップアップ、第3段階ですよね、ステップアップしようということで作ったのはこれです。見てください、この大きさ。今までの彼の作品の中で間違いなく抜群に大きな作品です。いやいやいや、普通に考えて木工作品でここまででかいものを作るアーティスト世界中見てもそうそういません。ジョージ中島とかああいった方はデザイナーであって図面を引いて職人に作らせる、ただ庄司君の場合はまだまだ木工作家なんですよね。アーティストなんですよ、自分が自分の手を動かして作品を作るという、だからこう出来上がるものは全て一点もの、そういう魅力が彼の作品にはあるんですよね。でまあ出来上がったこれいきなり80万台とか100万台のお客さん飛ばしちゃって大丈夫って僕は思うんですけども、まあまあ自然のものを木と対話をして彼の場合は作品を作ってるんだから、その真ん中ぐらいのプライスレンジの木が見つからなかったのか、いきなりこんなでかいものをね作ってしまったんですよね。まあもちろん迫力はあるし作品としての魅力もあるし造形的な面白さもあるんですよね。お話を聞くと彼は最初きちっとした形を作り出したんですけども、途中途中木を触っていくうちにいびつな形になっていって、それが功を奏したのか非常にこうオーガニックなフォルムで出来上がってると思うんですよ。今までの彼の作品のもうほんと10倍ぐらいの大きさはありますよね。完全に突然こんな大きいものを作っちゃって大丈夫なんだろうかって心配になったんですけども、いや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 、そのぐらいの価格帯ならうちで売れるぞっていうことですぐ送ってくれっていうことで送ってもらったんですよね。まあね、届いた作品を見てねびっくりしましたよこの圧倒的な破壊力はね、後にも先にもね、これ彼のターニングポイントの作品ですからね。今までは木工作家ですよ彼は言ってみて、これから彼はアーティストに飛び立つんですよね。そのアーティストとしての第一歩の作品がこれです。もうまさにターニングポイントとなる作品を手に入れられるチャンスなんですよね。いかがでしょうか。まあ庄司君のことについては検索すればたくさん出てくるんで、他の小さな作品とかも見てもらうのもいいかもしれませんが、この大きさはねここにあるだけ、これが彼のターニングポイントですからね。それに僕が10年以上の時を経て協力できることが今幸せです。それではどうもありがとうございます。質問などありましたらお知らせください。失礼します。